環境資源科のメザーです,、えーとですね、皆さん、お手元の資料の中でも開いていらっしゃる方もいらっしゃいますけどこちらですね、栄養入試のパンフレットあります、こちらもあの参照していただきながらあの話を聞いていただければ幸いです。で、あのまあ皆さんですね、えー、とまあ大学入試にあたって、あの共通試験であったり、共通テストであったりとか、あの前期後期の一般入試ですね、あのおおよそ把握されていると思いますが、 先ほど船田学部長の方から話があった通りです、ねえー、とおり農学部では農工大の農学部では唯一この環境資源科だけが栄養入試を実施していますで。多少ちょっと分かりづらいと,ところもありますので、えー、とこの場をお借りしてです、ね、あの説明させていただきたいと思います。それで、えー、とこの栄養入試です、ね、ゼミナル入試と我々呼んでいるんですがあの3つの過程を踏んでいます。で1つ目があの書類選考 2つ目があの、ゼミナールの受講、東京農工大学のキャンパスに来ていただいて、ゼミナールというものを受講していただいて、レポートの提出と面談を受けていただくもの、さらにそれに、えっと、合格された場合は、最終選考として、大学入,試入学共通テストというものを受けていただく、でこういう3つの段階になっていますので、このあたりも含めてですね、紹介させていただきます。 それで、えっと、ゼミナール入試で,です、ねまあ、どういうような人材を求めているのかというのをちょっとここに簡単に示させていただきましたあの環境資源科学の学問研究に対して非常にその強い興味を持っている方であるとか研究志向研究遂行能力が非常にあるという方また理科が好きである理科を非常に思考している方 そして研究だけじゃなくてグループとか含めてその仲間を率いてリーダーとしての資質を持って積極的に行動される方こういう人物像というものを我々は描いていますでなぜこういう方を学生として募集しているかといいますと環境資源科学科を卒業された卒業生の多くはですね大学院に進学しますでその中からこういう地球環境であるとかさまざまな自然科学分野の まあ研究者になる方多くいますし大学教員としてまあ教育活動研究活動される方も多くいますでそういう分野にとってですね必要な能力というのがまさにこういうサイエンスが大好きであってあのリーダー的な資質を持っているような方でこういう方が非常にあの望まれていますですのでまあ我々環境資源科学としてまあそういう人材を今後も継続して育成していきたいという思いからまあこういう方々をですね 特に募集するというような、まあ、ゼミナール入試というものをもう15年ぐらいですね始めておりますでえっ、ー、と環境資源科学科は令和6年度の入学定員が大体61名ということになっていますが、まあ、その中でゼミナール入試の定員はですね大体全体の5%ぐらいの3名ということになっていますでこれただしあのまあこれかなり少ないなっていう狭きもん,じゃなもんだなって感じてしまうかもしれませんがあのー まあ、あくまで目安ですので、まあ、このあと最後の方にまたもうちょっと話しますけど、まあ、場合によっては条件が揃えばですね、えー、もっと取ることもありますであの受験者の数もあの少なかったりしますので、えー、それなりにですねあの入りやすい点もあることもあるので、まあ、あの今日お話を聞いていただいて検討していただければと思います。 それであのゼミナル入試をです、ね、受験しながら一方で一般入試として環境資源化を受験するというような手続きをすることもできますつまりあのテストの性質がいろいろ違ってきますのでゼミナル入試だとあの自分にとって合っていて合格できたけど一般入試はなかなか難しいという方もいらっしゃいますし一方でゼミナル入試を受けたけれども残念ながらそこではダメだったけど一般入試を受けて入ってきたという学生も毎年何名かいらっしゃいます。 ですので、まあ、あの環境資源化に入りたいというそういう志を持っていただける方にとっては、まあ、よりこういう入る確率を少しでも増やす、えー、という、まあ、一つの方法としてです、ね、ゼミナル入試というものを一つ検討していただければと思っています。でえー、とゼミナル入試の出願資格なんですが、えー、と現役の学生と浪、まあ、人生の中でも1年間ですね、1年の浪人生のみですが、えー、と受験生というのを出願資格としています。 それで出願の要件ですが、えー、と学あの高校等で,です、ね、学習成績が優秀で学校長からの高い評価を得ている学生またあの環境資源科学が第一志望で、まあ、合格したらです、ね、環境資源科に入るということを確約できる学生というものを、まあ、出願要件としておりますそれで1つ重要なこととしてはあの学校ごとの,あの志願者の,あの制限は設けておりませんですので 仮にその周りのお友達ですね同じ学校のお友達で非常に優秀な方がゼミナーの入試を受けると聞いているからちょっと無理かなとかですねそういうことは特に考えなくても大丈夫です。高い志を持っている方であればですねあの誰でも応募していただくことができます。ここからですねあの先ほど紹介した3つの選考過程についてもう少し詳しく説明させていただきます。 ままずあの第一選選考考ですすがこれは書類選考を行ってます、えー、出願期間はです、ね、10月の6日から10月12日ですねこれは先ほどのパンフレットの一番最後のページにも載っていますが、えー、と郵送であの書類を送っていただくことになっていて着10月12日の17時必出着ということになっていますで出願の書類ですけど死亡、えー、理由書、活動報告書志願者、評価書調査書などですね これ募集要項に詳しく載っていますがこれらの書類を提出していただくことになっています。で1つ重要なことですが活動報告書ですね例えば高校時代こういう活動をした部活動でこういう活動をしたとかこういうコンクールに出ましたとかそういうことを書いていただくことになるんですがコロナの影響で特に去年まではですねいろんな大会とかコンクールが中止になったりしていることもありました。ですが あのまあ、そういうことも含めてですね、そこにそういうことに向けてこういう活動をしたっていう、まあ、頑張ったというようなです、ね、いろんなそういう準備状況も含めて、広くです、ね、捉えて書いていただければいいかなと思います。で、このような出願書類の内容について、えーとまあ、総合的な評価をして、えーと、合格者をですね、11月の10日に、えー、と結果発表をする予定でおります。で、この書類選考に通った方々は、えー、と第二次選考として、 えとゼミナール入試ていうゼミナールを、ね、受講していただくことになります。でこれはです、ね、こんあの今年度は11月25日の土曜日に、えー、実施することになってまして、えー、と内容としてはです、ねえー、朝です、ね、午前中にまずゼミナールという環境資源科学科の教員です、ね、が行う授業というものを1時間受けていただきますこれ内容としてはその、まあ、大学の環境科学に関する授業中心になるんですが あのまあ高校生の方々の分かりやすいような形で,ですね授業を行って一部実験等も含めながらの授業を行います。これはあの昨年度のまあ雰囲気ですがこういうような形であの授業を行います。でその後休み時間を経てですねこのゼミナールの授業に関する課題であるとかに対するレポートの作成であるとかえ問題への回答ということを100分で行っていただいてでその後ですねお昼休みを挟んで 午後にです、ね、面接というものを行ってさまざ、あ、まなです、ね、志望動機等の質問に対しての回答をしていただくことになっております。でこれらの授業を通してです、ね、基礎学力とか探究能力を評価した上での、まあ、総合的な評価を行って第2次選考の合格者を12月8日に発表するという予定になっています。でこの第2次選考に通って 方はですね、受験生の方は最終選考ということで大学入学入共通テストといいうものを受けていただきますこれはあのもちろんあの一般入試を受ける方もあの皆さん受けることになると思いますが、えっと、科目としてはです、ね、ここに書いてある通りえっり、と、数学 A1 数学 A から 1, 1, 1科目ですね、まあ、数学2数学 B の1科目と、えっと、理科に関しては4科目のうちから2科目の選択で英語ですね ですので計3教科5科目をこの配点で合計600点という点数で、えっと、判断をしていきます。でこの600点の中で合格基準点に達した方はそれで合格ということになります。でこの合格基準点はどういうものかといいますとあの実はあの一昨年の入試まではですね えとな全体の600点の70%の420点という絶対値を設けてましたでただしこれだとあの試験の平均点がものすごく下がってしまったりした時にはなかなかこの基準をクリアするのは難しいということがありましたのであの昨年度からシステムが変わりましてあの平均点の合計の1.2倍以上というようなことになっております。 で,ですので、あのまあ、少し,こうセンターしあの共通テストの基準というのがクリアしやすくなったかなと、まあ、考えています。この,あの平均点の求め方についてはです、ね、えっと、募集要項ですね、えー、ホームページからあのダウンロードできます募集要項の方に詳しく書いてありますので、そちらの方もご覧ください。で、この最終選考の合格発表です、ね、えっと、2月13日、考えてまして、えー、合格された方はです、ねえっと、入学手続きが2月19日ということになっています。 えとこのようなです、ね、スケジュールで進めていきます。で、えー、と過去の、ね、どんなです、ね、ゼミナールの課題を扱ったかといいますとあのこちらのパンフレットの中に入っている紙にあこれじゃないか過去3年間についてはです、ねえー、と内容を細かく書いてあります課題も含めて、ね、書いてありますがあの高校でやっている科学に比べると科学、生物、理科に比べるとちょっとこういう一、えー、つ。 難しい内容も含まれていますけど、まあ、基本的には幅広くです、ね、これまで大気科学であるとか海洋科学であるとか、えー、目視資源とかです、ね、幅広く扱っている内容になっています。で、えーとまあ、これをです、ね、あの環境資源科学科の教員が、まあ、非常に分かりやすくです、ね、説明して、まあ、皆さんに、えー、このまま授業を受けるだけでも非常に環境資源科学科の研究内容とかよく知っていただける内容になっているんではないかと思っています。 でえっと、下の表はです、ねえっと、過去5年間の出願者、えー、合格者の数を、えー、書いておりますで、えっと。出願者についてはです、ねえっと、大体10名から20名程度ですね、もうちょっと前に遡ると20数名ということもありましたが、最近はこの10名から20名、15名程度ですね、で落ち着いております。でその中から、まあ、あの書類選考の合格者が大体10名程度。 でさらに、えー、と農厚団に来ていただいてゼミナール面談を含めての、えー、合格者が、まあ、大体、えー、と書類選考合格者の半数程度ですね、えー、3名から7名ぐらいの合格者が出ていますでこれらの方にはあの大学共通テストを受けていただいてですね最終的な合格者はこの5年間では大体1名から4名、えー、ということになっております、まあ、というわけであのどうしてもその 共通テストの点数が悪かったりすると最終的な合格者は少なくなってしまっているとしてもあるんですがあのこの2次の合格者ですね例えば6名7名という方がセンターの基準センターじゃない共通テストの基準点さえクリアすればあの3名に限らず合格,すること合格者を出,していることが出すことができますのでまあそのあたりですね いろいろと皆さん、いろんな入試形態の得て増えても考えながら、また理科の対する思考性とかですね、そういうことも考えながら、ぜひぜひですね、出願していただければと思いますそれで、えっと、農工大のホームページですね、にえっと今日はこの皆さんのお手元には簡単なパンフレットしかないんですけど、あのもう少し詳しい募集要項というものがあります。 で今日の,あの配布資料の中にこの QR コードが書いてある紙の中ではこの,の東京農工大学受験生特設サイトですね上から4つ目のこちらにアクセスしていただくと,、えーとまあ、あの学部の入試情報のページに行きますのでそこからですね選抜の種類と募集要項でさらにはそのいろんなあの入試の募集要項が入ってますけど、えー、と農学部の総合型選抜学生募集要項ですね。まあ、こちらを あのクリックしていただけるとです、ね、まあ、詳細な日程であるとか、内容の、えっと、PDF はダウンロードすることができますので、そちらの方をですね、ぜひご覧になってください。えっと、の環境資源開課のホームページ、ご覧いただけると、さまざ、あ、まなどういう研究内容をやっているかということもご覧いただくことができますし、えっと、関係する資料等をです、ね、あの入試課の方であで郵送等で配布することも可能ですので。 あの興味をお持ちの方はですねあのぜひこのあたりもあのご参照くださいはいえっ、ー、とまあ環境資源科学はですねまあ農学部の中でもあの特別にいろんなまあこういうゼミナルも含めてですねえっ、ー、と入学するための試験を設けておりますのであの多くの学生の皆さんですねえっ、ー、とゼミナル入試も含めてですね出出願をお願いいたします以上で説明終わりにしますありがとうございました。